デッドマール・クラマー、デッドマール・クラマー、1925年4月4日から2015年9月17日は、ドイツのドルトムント出身のサッカー選手、サッカー指導者、デッドマール・クラマーと表記されることもあった。クラマーは、日本サッカー開発の外国人コーチであり、サッカー、日本代表の基礎を作り日本サッカーリーグの創設にも尽力したことから、 日本サッカーの父と称された。クラマーは、ドイツのヴィクトリア・ドルトムント、ヴィクトリア、ドルトムント屋などで選手としてプレーしたが、怪我のために引退した。クラマーは、指導者としては、西ドイツユース代表監督を務めた時期に、フランツ・ベッケンバウアーをユース代表に抜擢し、講師両面で指導した。1960年、 クラマーは1964年東京オリンピックを控えたサッカー日本代表を指導するためその代行監督として招聘された。日本サッカー協会は代表強化のために外国人監督を招くことを検討してり、成田十二郎の仲介や会長である野津県の決断で実現した人選だった。羽田空港でクラマーを出迎えた岡野俊一郎がクラマーを 日本サッカー協会が手配していた宿泊先の山の上ホテルに連れて行こうとしたところ、日本代表チームのみんなはどこにいるのですか尋ね。本郷の岡野曰く、修学旅行生が使うような旅館であることがわかると、すぐそっちへ行くと言い出し、岡野が選手は布団で寝て、朝食はご飯、生卵、塩酒に味噌汁、昼は丼物などと説明した上で、 いきなり日本の生活に入るのは無理だと説得しても、選手と同じ生活をしなくて、どうして、選手の気持ちがわかるんだ。明日からはそっちに行かせてもらうと、ガンとして譲らず、また当時練習場として借りていた、東京大学の本郷キャンパス内にある、五殿下グラウンドが凸凹のドグラウンドであったにも、かかわらず、何も言わずに、すぐ指導に入ってくれたという。それまで、各地域別、 大学別のコーチ術しかなかった日本に、世界に通用するコーチ学をもたらし、正確なパス、トラップなどの方法から、インステップキックはどう蹴る、インサイドキックはどう蹴るなど、育成に必要な基礎を教え込み、一番重要なのは、試合。そのために、実践練習が必要であり、それをやるための基本ができていないところがあるので、基本をやろうと、基本動作、応用動作、 実践を織り交ぜつつ、かつ個人に応じたトレーニングも設定した。クラマーも、自ら、手本となるプレーを見せて、実技指導を行った。初歩的な練習の繰り返しに対しては批判もあったが、方針を変えることはなかったという。当時のクラマーの教え子に、鎌本国重、杉山隆一らがいた。当時日本では知られておらず、 専用の道具もなかったテーピングを岡野が入手した大きな絆創膏を代用していったり、自ら選手用の薬を調合することまでしていた。練習は厳しかったが選手を大事にしていたことから、選手たちはクラマーに浸水し、後にメキシコ五輪代表のキャプテンとなった八重樫茂雄も岡野に対し、岡野さん、僕はクラマーのために戦うんです。と言ったという。またその岡野とも、 クラマーの実母も含め障害兄弟同然の交流を続けた。1964年の東京オリンピックではサッカー日本代表はアルゼンチン代表を破るなどでベスト8の成績を残した。東京オリンピックが終わった後任期を終えたクラマーは帰国にあたって5つの提言を残した。クラマーのこれらの提言は1965年の 日本サッカーリーグ発足など、長沼県らによってすべて実行に移された。クラマーはその後も、鎌本のドイツ留学を実現させるなど、日本のサッカーに貢献した。その、クラマーの指導を受けた、選手、コーチを中心に構成された、長沼県監督率いる日本代表は、メキシコオリンピックで銅メダルを獲得した。この試合を観戦していたクラマーは、 日本代表の活躍を喜んだという。クラマーは1967年に FIFA 公認トレーナーとなり、1969年に日本で開催された FIFAAFCJF 共催のコーチングスクールを指導した。1975年から1976年、クラマーは FC バイエルンミュンヘンを率いて UEFA チャンピオンズカップで優勝した。その際、 人生最高の瞬間ではないかと問われたものの、最高の瞬間は日本がメキシコ五輪で銅メダルを獲得した時です。私はあれほど視力を尽くして戦った選手たちを見たことがなかったのです。と答えた。クラマーは言葉の魔術師とも呼ばれ、数々の名言を残している。しかしその一方で、口は相当悪かったらしく。 コーチと兼任で、クラマーの通訳も担当していた岡野が、たびたび出るクラマーの場ン増減を予訳するのに、苦労した経験、直訳で伝えると、怒鳴られた選手はショックを受け、その場で泣き出すほどひどかったというから、会長時代にクラマーと同じく短期で直言癖がある、フィリップ・トルシエ監督の通訳を担当することとなった、フローンダ・バディに、トルシエの汚い言葉は予訳して伝えろ。 難しければ訳さなくてよい。と注意していた。2005年、クラマーは日本サッカー協会が制定した表彰制度日本サッカー殿堂の第1回受賞者となった。また2011年にはドイツサッカー連盟 DFB から DFB 名誉賞を受賞した。2015年9月17日、クラマーはバイエルン州のデソノ生涯を閉じた。 クラマーの来日は2011年 JF 創立90周年記念パーティーに来たのが最後の来日となったがその時点ですでに式典中立っておられず岡野がずっと体を支えていなければならないほどだったクラマーは岡野に2ヶ月に一度のペースで電話をしていたのが晩年には1ヶ月に一度のペースとなり第二の故郷である日本に行きたがっていたというクラマーが亡くなった 翌日の9月18日、日本プロサッカーリーグは9月19日及び20日に開催される全公式戦でクラマーに対する黙祷を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。